吉田さときのフラワーサミット。皆さんこんばんは、のすこ冒険家の吉田さときです。2021年9月1日 FM76.7MHz 鴻巣スフラワーラジオ、私の地元埼玉県鴻巣市へ向けてお送りしております。いやー、残暑もね落ち着いてきたところで、まあ相変わらずのコロナというところではありますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあコロナの話題いろいろあるかと思うんですけどね、僕はこの長野県、信濃町というところに移住してきて、ワクチンね、2回目打ちましたということで、世ではそれをフルチンなんて言うらしいですけれどもそれがセクハラなんじゃないかっていう話がもうオープニングからもう聞くのやめようっていう人がいると困るんで、まあワクチン2回打ちました。痛いですね。1回目のワクチンの話もあんまりしてないかもしれないですけどね、1度目打った時はねもうねドスってね、左胸の中に何だろうな、ピリピリするこう何だろう、鉛を入れられたかのような重さがあるんですけど、まあ、2回目はその刺した時はそこまでだったんですけどね。で打ったその日も大丈夫でね、まあ次の日起きた時も大丈夫で、ああこれなんか大丈夫なんじゃねって思ってね、地元の友達が結構打ってたんで聞いたら、まあ打ってから15時間後に来たと。でそれを聞いた時にね、まあ18時間だったんだ、もうこれ大丈夫かなと思ったらね、ちょうどね24時間ぐらい先日というかね、前日の午後2時に打ってね、ちょうどまあお昼過ぎぐらいからね体がほてり始めてきて熱が出ました。でね、まあ、市販のね解熱剤ね飲んだらまあ楽になったんで、まあ良かったんですけどね。皆さんもまだこの種もね、僕の脳電内の人はまだ打ってないって人をこの前予約できたなんていう話を聞いたんでね、準備するものとしては、まあ、イオンウォーター的なねスポーツドリンクあるといいです。もうとにかくね汗がいっぱい出るんで、で汗がいっぱい出るんで着替えも用意しといてベッドの横にね。であと解熱剤、これはね体調悪くないにね、悪くなる前に買っといた方がいいと思います。特に一人暮らしの方ね、これ必需品だと思います。いや逆に言えばね、これさえあれば大抵、大丈夫なんじゃないかなと思って、まあもちろんね体調悪くなったらなんかいろいろ電話したりっていうのは皆さんねやってほしいですけれども、まあコロナね、デルタ株に加えてねデルタプラスとかねラムダ株とかね、もうね EV みたいなね進化系多すぎだろみたいな感じもう終わりの見えない感じはありますけれども、まあ僕の打ったワクチンもね、先週もちょっと話しましたけど、分かってることはまあ重症化は防げるだろうということ、それからまあ感染拡大は防ぎきれないだろうということね、これが分かってきましたね。特にデルタ株はなんかワクチン打ってもその体内にワクチンのウイルスはワクチンじゃない、コロナのねウイルスは残るっていうことは分かってきて、まあ重症化は防げる、それから感染拡大は防ぎきれないだろうっていうところで、まあ僕はハワイに行くなんだらっていうところでね、ワクチンパスポートとかもいろいろ調べていてね、この意味合いも変わってくるんだろうなと。今ヨーロッパでね、例えばマルタとかってそれがヨーロッパの一番最初の国ですけど、まあそのパスポートワクチンを打ったよっていうパスポートがあれば、渡航を許可しますよってことで、まあヨーロッパではね宣言協定内は行き来が自由にできるみたいな動きが強まってるらしいですけどね。まあワクチンが始まった頃って、まあ、このワクチンさえ打ってればね自由に旅行できて、まああなたの国訪れる国では、まあ、感染を広げませんよっていう、まあ、証拠だったわけですけれども、まあイエローカードと同じですよね、黄熱病のね。まあ、これからはね、まあ、重症化防げる、けれども感染拡大は防ぎきれないっていう意味合いを踏まえると、僕はあなたの国に行っても感染を広げる可能性はあるけれども、自分は重症化しないのでね、あなたの国の医療体制には迷惑をかけませんよと、まあ、そういう証拠がワクチンパスポートなのかなというふうに思いますね。多分なので、まあ、14日間の隔離もしばらく少なくとも日本では続くでしょうし、まあ、そういう意味合いもね変わってきつつ徐々に分かってくる、コロナの実態、そして、ワクチンの意味、そういったことだと思いますけれども、まあ感染拡大しちゃうとね、その分、デルタ株ラムダ株、もう、シータ株とかね、僕物理やってたんでそういうギリシャ文字いろいろ出てくるんですけど、
そういうのが変異株がどんどん増えちゃうんでね、感染拡大は増やさない方がいいだろうというのは引き続き変わらないわけですけれども、そんなこんなでね、なんだろうね、近況としてはね、あのねこれまだちょっ と、詳しくは言えないことなんですけども、まあ、とあるサービスの僕あのアンバサダーみたいなことになって、とあるサービスの、まあ、チームに入ることになりまして、まあ、これはちゃんとねあの情報解禁の時に、詳しくお伝えしたいんですけれども、その関係でね、なんか僕の SNS、Twitter、インスタ、YouTube、まあ、これはアカウントだけ作ってあるんで、まあ、登録者数0人なんですけど、まあ、これを登録しまして、まあ、FOR というね FOHR という、まあ、これアンバサダーマネジメントプラットフォームと言ってるんですけど、まあ、アンバサダーになるような人の、まあ、そのインフルエンサー度合いが分かるようなねプラットフォームに、まあ、自分を登録しました。でこれ登録してる人14万人ぐらいいるんですけど、僕はねランキングが出るんですよこれなんと、6万4千位もう全くインフルエンサーじゃないですね、まあ、別にインフルエンサーを目指してるわけじゃないんでいいんですけども、まあ、それによって、この広告を任せようとかそういうのが多分決まってくるんで、まあ、僕はそういうところに程遠いなというふうに思うんですけれども、まあそれはいいとしてもね、このアンバサダーになったところどういうサービスなのかというところも、まあ、このラジオでね今後発表していきたいですし、インスタグラム、あのねおかげさまでフォロワー1900人ぐらい今ね言ってます。徐々にねゆっくりですけどね皆さんにフォローしていただいて伸びてますので、さときアンダーバー吉田でね、インスタグラム、ツイッターの方もね、ぜひチェックしていただいてフォローしていただければ非常に嬉しいです。それから YouTube もね、もう少しで、アカウントオープンします。今ねサムネをね、作ってもらっている段階でこのねラジオの放送も上げていきたいと思ってますので、お楽しみにしていただければというふうに思います。今週もね、テーマを決めて曲を流します。まあ、あの最初曲を普通に流して、放送の中盤でねどんなテーマで流しているかというのを発表しますのでね、皆さん考えながら聞いてください。今週は簡単です。皆さん本当に真剣に考えて当てに行ってください。よろしくお願いします。それではね、あのオープニング曲流れた後に1曲目流したいと思うんですが、今週の1曲目はネクネモルのさよならサマーフューチャリング阿部優馬ということで、お送りしたいと思います。それではね2021年9月1日も張り切って参りましょう。吉田さるきのフラワーサミット。